どうもー。ご無沙汰しております。私の名はですね、暗黒放送という配信を2009年3月9日からやり続けている、ニコニコ生放送、ですね、最後の砦こと、ね、ブラッキー横山です。よろしくな。もう皆さんね、今、平日のですね、時刻は1月31日、13時22分というですね、時間でございます。もうニコニコ生放送もですね、もう私、もう目も当てられないね、惨状でございますが、よろしく、ここはね、一つよろしくお願いします。よし、着いた。誰？あ、じゃあ自己紹介するわ。初めて見る人いる？もう最近配信がね、全くやってないからさ、忘れてる人もいると思いますけど、俺の名前は横山でね、暗黒ルールを作ってます、自分自身に。慣れ合わないこと、出会わないこと、嘘つかない、笑わない、乞食をしない。5つのルールをね、やってます。つうかさ、なんでコメント流れないの、これ。なんでコメントがこれ流れねえんだよ、これ。あ、これか。あ、コメント、あ、これで流れる。あ、ごめん、オッケーオッケー。これ流れたわ。俺が罰を押してたわ。すんません。自分でコメント非表示ボタン押してたわ。すいませんでした。リスナーさんはね、連投以外何書いてもいい。ただね、うちの放送 NG は入れません。イノシシとかにみたいに NG は入れません。気に入らないコメントがあるからですね、うちにまたいろんな報告が来てます。こんな配信者にね、NG 入れられて悔しいですとかね。俺の放送はね、基本的には NG 入れることはしません。永久になっちゃうから。永久に NG が解除されなくなっちゃうんで、入れませんが、ちょっとですね、まあいろいろと、ね、このようにですね、イノシシチャレンジって言ってね、イノシシチャレンジ失敗して、イノシシになんかコメントしたらしいんですよ、この人。何このゴミ閲覧って書いたら、ふわっちで NG されたらしい。121人しか見てないね、イノシシ君の放送で、何このゴミ閲覧って書いた人が、NG 食らってね、怒って、俺に、なんかしら、俺に怒ってんだよ。あいつを何とかしてくださいって、どうにもならんから、ね。121人しかいないイノシシ君の放送で、何このゴミ閲覧って書いた君が、ね、イノシシ君の機嫌をね、損ねたんだから。これはしょうがないでしょう。よろしくお願いします。時間な、喉がね、おかしくてさ、乾燥してて。まあ、じゃあ本題からいきますね。本題から。ね、本題からいきます。ですね、とある某生主にですね、お金を3万円貸したんですよ。んで、必ず1月の末日までには返しますという約束でお金を貸したんですけど、当日になってもですね、何ら返事をよこさず。ほんで、LINE でね、来月の2月の20日には親が返しますっていうですね、全くそんな親が返すかどうかっていう話も聞いてないし。で、そのくせに本人ね、配信やら、じゃあしばらくやらないかなと思ったら、今日、カラオケなんか歌っちゃってさ、気持ちよさそうに。な、カラオケなんか歌っちゃってさ、じゃあお前お金あるじゃん。なんでそのカラオケのお金をさ、返そうと思わないのっていうさ、そういうね、不条理なことを働く、ね、人物がおりまして、まあ、イニシャル D って言うんですけど、ね。なんでか知らんけど、いつもそうなのお金貸す。だからあれ、俺、あんまりさ、お金の貸し借りしたくなかったの。でもさ、信用できるかなと思ったのね、彼は。ね。信用できるかなと思ったけど、お金の貸し借りって一番ね、トラブルの原因だから。人間において。な。イニシャル D。締め切り今日までだからね。ほんで、ちなみに、そいつが返さなかったら、今度、小船場に、ケントに、俺は取り立てに行かなきゃいけないの。そうだ、やりたくねえじゃん。無関係の小船場から借りてるわけでもないし、保証人になりますとか言ってさ、俺はね、舐められたらダメだから、きっちり当日に返してもらうから。闇金じゃないよ。いや、小船場っていうのは、俺のコールセンターの、部下の、部下って言ったらあれだけど、俺がコールセンター長で、正社員の人間ね。だから、それはね、僕実はですね、まあこれの話も昔の話なんだけど、とある昔なんだけど、まだ配信やる前だけど、
とある人に600万円貸してたことがあったんですよ。ほんで、必ず返す。返しますって言ったけど、飛ばれたこともあったしさ。だからね、あと、騙されてるか分からんけど、なんかシンガポールの新規の株価ができたと言って、なんかその、今だったら、ね、新規の株価で、シンガポールの、ね、やつで、投資やってあげるからって言ってさ、100万円渡しちゃおうと思ったけどさ、お金の貸し借りっていうのはね、もう、あんまりしたくないんですよ、実は。お前も立花に返せよ。だから、大津彩香が返してくれたら俺返すって言ってんじゃん。大津彩香さんがなんか、給料くれないんですよ。ずっと。なんか、労働審判起こせば、トヨタ弁護士が、いや、あなたは3月9日に辞めるって言ってましたよねって言って、ツイッターで俺が引っ越しますって言うね。ここの、参議院会館から新興に引っ越しますよって言ったツイッター開けただけで、これで俺が勝手に辞めたとかいうさ、バカな解釈してるしさ。めちゃくちゃなんだよ、とにかく。お金がないもんだから今これ苦しいんだよ、貧乏になっちゃって。乞食もできねえし。なあ。イニシャル D に3万円。3万円。回収屋のカリバさんって誰？カリバさんって。いくら3万円つってんじゃん、イニシャル D に。せこい？3万円がせこいっていう人間ってさ、金銭感覚狂ってんじゃないの？今さ、アルバイトでも、コンビニエンスストアでさ、1日当たりで7000とか6000なんだぜ。なあ。あ、電話かかってきたわ。おれ！もしもし。おう。金返せ。大ちゃんマンです。おう。大ちゃんマンです。知ってるよ。期日になっても返さないって言うんですけど、おう。送ってもらった LINE 見たら分かってくれると思うんですけど、最初貸していただける流れになった時、2月の20日っていう約束だったと思うんですけど、あれ1月じゃなかった？ちょっと待ってね。最初2から。月の画像を送ったんで見てほしいんですけど、あ、じゃあ俺が勘違いしてたその、これれ。なのになんか返してないとか、返せとか、すごい、なんか、なんでそこまで言われないといけないのかなと思って、ちょっと待って、俺が間違えた。2月の20日までってあ。話だったと思うんですけど、なんでああ、ごめん。ここまで言われないといけないんですかね。あ、本当だ。俺が勝手に1月30日で勝手に持ってこいんだ。ごめんね。ああ、それは俺が悪かった。俺が90%あるよ、これ。ごめん。それは俺が悪かった。すいませんでした。大ちゃんもごめんね。率先にすいませんでした。いや、これは俺が悪いから。ごめん、ごめん。2月働きだ、アルバイトするんで、何を働くの？エアコンのバイトするんで、大なん仏と返の。せると思います。そうか。ごめんね。じゃあ、ちょっと俺がこれすいまか、せんでした。え、こちらこそすみませんでした。ごめんね。はい、失礼します。はい、すいませんでした、リスナーさん。ちょっとこれは俺が、悪いです。俺が、勝手に、去年の12月に貸した分を、今月の1月30日に返してくれるものだとばかり思い込んでたのが今回の原因でして、すみませんでした。すみませんでした。で、彼は大仏の手下になって、なんか返すらしいんで。すみませんでした。よし。すみません。まあね、人はよく間違いがあるから。大ジャーマンさん、ごめんなさい。赤鬼について？赤鬼については、とりあえず、4月の、あ、じゃあ3月、あ、じゃあ2月か、2月の、7年ぶりのね、企画で、2月の3日に赤鬼の格好をしていきます。それをね、やります。よろしくお願いします。豆まき行ってきて、みんなのね、平和祈願、みんなさ、イライラしない？最近。ちょっとしたことでイラッとするでしょ？それね、心の中に悪い鬼が潜んでんだよ。赤鬼と青鬼のね。だからその鬼たちを退治するために豆をまいて、鬼は外、福は内、福をね、呼び込むことをしますよ。それやります。許可取ったの？取ってるわけねえじゃん、タコ！なあ。許可取れるわけねえじゃろ！常識で考えろ！なあ。覆面姿のさ、46歳の無職、あね、男がさ、すいません、赤い鬼の格好をして神社に、無許可撮影していいですかって言って、いいですよという神社がどこにあるんじゃん、この野郎。どこにいるんじゃん、その神社が。本当にさ、いいよ、別に。
やるんだから。こう普段はバイトやってるだけだよ。なえ桜について触れろ。なんかさ、俺さ、ツイッターにさ、なんかリプライとか見るとさ、なんかそればっか貼られてるんだけど、さ、気持ち悪いとか書かれてさ、別に気持ち悪くないでしょ、普通に。うん。だから、この写真について放送しろっていうさ、わざわざさ、暗黒婦人部異常性欲者、ロリタ学を許さないというさ、わけのわからん。ね、こんなひどい名前のやつのこと、何度か言うこと聞かないよ。暗黒婦人部、異常性欲者、ロリタ学と肉弁器桜を絶対に許さないってさ、こんな悪意に満ちた名前のやつの言うこと、なんで俺がさ、言うこと聞かなきゃいけないんだよ、こいつの話を聞いてさ。な、気持ち悪い名前作りやがってよ。ほんとにさ、何がロリタ学と、ね、肉弁器桜なんとかを許さないだよ。どんだけお前肉に切ってんだ。お前の心のさ、ここら辺にさ、鬼が潜んでんだよ。な、ほんとにさ。随花のさんは可愛いから。随花のさんはね、よくできたね、方ですからね、うん、誰とは分かりませんけど。はい。はい、あらね、別にいいじゃん。何歳になろうがね、46歳プリクラではしゃぐ？なんか問題あります？プリクラではしゃいだら問題あるんですか？ね、逆にプリクラ撮ったこと今までなかったんですけど、ほとんど。全部拒否ってたんだから別にいいじゃん。プリクラって。だってさ、別人が出来上がるんだぜ、プリクラって。うん。気持ち悪くなるだけでしょ。迷惑かけてないじゃん。気持ちが悪くなるだけで別に君に迷惑かけてないじゃないですか。ね？撮ってる本人が喜べれば別にさ、気持ち悪いなんて言われたところで、不快？で、不快だったら、じゃあお前道端のうんこをさ、見つめるの？じゃあ。道端に犬のうんこが落ちていて、それをさ、じーっと見るわけないでしょ？それ食いながらさ、ご飯食うわけないでしょ？普通に素通りすればいいじゃん。素通り。ね。関係ねえじゃん。うん、カナなんとかのビガンフィルターと一緒で気持ち悪い。あれはもうガチで気持ち悪い。あれはガチで気持ち悪いから、もう一回受けたらまたビガンフィルター使いこなす、ね、ぶっ細工な女と一緒にしないで。うん、その某女性の配信者と。やめて。うん、俺はビガンフィルターの使い方わかんないし、そもそも。別に関係ないよね。プリクラ撮ろうが何、ゲームセンター行こうが。最近俺ゲームセンターにハマってんだけど、ちなみに言うと。ゲームセンターで、プッシャーゲームって言ってメダルをチャリンチャリンと落として、ウィーンガシャン、ウィーンガシャンでこれからやって、メダルがチャリンチャリンチャリンって落ちてくるゲームにハマり始めました。うん。プッシャーゲーム。プッシーじゃありません。はい。ね、うん。横山みどりの恋愛相談完全版について語る。もうそれ恥ずかしいから俺触れてなかったんだけどさ、なんかさ、それ企業案件で受けたのね。某あこれあこれでもこれあとでツイッターにもやるけど、これ横山みどりの恋愛講座っていうのが、まあ、あと女優さんのなんかセクシー女優さんと、うん、なんかいろいろとちょっと別のねところで語らせて、案件って言うよ。仕事だもん。だってギャラもらってやってる仕事だよ。案件って言うか、まあ仕事もらって出てあげるギャラ、うん、アダルトビデオのね、なんかどこだったの、大手メーカーの、どこだったかな、みんなが知ってる大手メーカーのね、どこだったかな、ちょっと待ってね、 MGS、 うん、あ、そうそう、プレステージさんだ。プレステージさんの、ちょっとお礼だけ言って、ありがとうございます。あ、一回電話してみるか。電話して聞いてみよう。あ、俺だけとか。出ないかな。編集やってるかな。うん。まあ、とりあえずやったってやつ。うん、え？非常識？いや、でもさ、でもそこから今度、ワンステップアップして、
なんか言われたんだよ、一応は。でもそこは断ったのね。いや、もしよければ、これ、久保、緑さんがよければでいいんですけど、AV の作品の出演とかっていうのはちょっと厳しいですよねって、なんか、やんわりと、なんかここの隙間を縫ってさ、ついてさ、隙間を縫って、なんかくすぐってくるようなこと言っていくの。でもさ、一応元市議会議員の文教委員会の副委員長とたる人間が、またさ、AV でさ、ほっほっほっとか言ってさ、腰振ってたらさ、もうさ、ドン引きするじゃん、世間が。うわっうわーって言って、黒人さんとか加藤純一が、うわっやっぱこういう人なんだよね、この人って。こういう人なんだよって言ってさ、リスナーが悲しむんだよ。それに俺別にさ、もう、悪いけど、昔みたいに性欲が強くなくなったわけ。本当に。なんか、俺のこと性欲が強い人間って思い込んでる人いると思うけど、今、本当になくなっちゃって、だいぶ、うん。田中ひとみのが引退したこともあって。なかなかね、今、西村ニーナとか、そこぐらいしかいなくなっちゃってさ、田中ねねとか、あんまりね、俺好みの女優さんが今、いなくなっちゃったから、うん、だから、おっぱいが樽みたいに、こんな、ヘチマ、樽みたいにボコンってある、O カップとか、P カップとか、うん、P カップとか、そんなレベルの人しかいなくってさ、うん、だから、ちょっと、あんまり AV 見ても、っていうのあるな、うん。親方でいいだろ？え？今コメントでさ、シェリコフ親方でいいだろっていうことがあったけど、やめて？本当に。ツイッターでさ、ね、でっかいパイを、ね、こんな、横浜でパイ食べましたって、こんなパイの写真持ち上げてさ、ね、なんか今、彼氏とラブラブチュッチュのさ、シェリコフ親方。知ってる？シェリコフ親方ってさ、ニコ生の女魂。で、これまでさ、切れたナイフくんとか、大仏くんとか、おったんとか、忍法ポンちゃん、あと、ね、引く手あまたの切れたナイフくんも相手してるし、もうとにかくね、大好物がいるの。うん、食いまくりのね、ハンターがいるの。ハンター。うん、あと、なんか、勇者トロの弟みたいな顔したカバオくんとか。うん、黒沢くんもそうだけど。ね。でも、親方は申し訳ないけど、無理です。なんでかって？同い年だし、なんか、気まずい。なんか気まずいじゃん。なんか恋愛じゃないじゃん。友達タイプだけど、それ以上は踏み込みませんみたいな感じ。わかる？お友達では入れるけど、ご飯飯食いに行ったりはいいかもしれんけど、なんか、添い寝とかできないじゃん。で、これ差別じゃなくて、なんかそういう関係性ってあるじゃん。一回も旅部とかで絡んだから。ね。いや、俺ロリコンじゃないよ。ロリコンって俺、ユイガさんじゃないんだから、ロリコンでもないし、別に、ね、小中学生のワカメちゃんとかさ、ちびまる子ちゃんのたまちゃんとかさ、ね、そこら辺が興味あるわけないんで、一切。うん。よくロリコンとか言えるね。ロリコンの年齢考えてみて、ちびうさとか。うん。アーカス狙ってない、全然興味ない。うん。別にニーチャとか、アーカスとか、あと、小舟とか、受賞とか世界とか、全く興味ないもん。逆に見てない。なんか、見てられない。うん、見てない。そういった女生主の放送って。ほとんど。知らない。そこら、みんながの方が詳しいんじゃない？俺、本当に分かんないんですよ。うん。いや、詳しくない。なんか、ね、化粧ホースとかってさ、なんか、人が、ペタペタペタってなんか やってるやつとか、見てない。タバコプカプカふかしながら。うん、一切見てない。ウナも見てない。ウナちゃんマンをコケにした配信者だろ？ウナちゃんマンのコスプレをして、ウナちゃんマンのことをね、知らないくせに、ね、なんか、ウナちゃんマンの、名乗ってる人でしょ？あんま見たことないですよ。うん。そのシーンだけ覚えてる。でもみんなさ、結局欲しいものギフト投げ、ばっかつけてんじゃん。みんな欲しいものギフトつけてるからさ。いや、配信者ってある程度、あ、こういう人いるんだなっていうことくらいわかるよ、それは。でも、あ、そんなに見てないよ、俺、配信者、女配信者って。うん、聞いてる部分じゃなくて、見たり、見てコメント打ったりはしてない、今。全く。はい。村上真子、1ミリも見てません。ごめんなさい。わざわざ、ツイッチまで行ってみたいと思う？村上さんの配信なんて。思わないでしょ？ねえ、わけのわからん鉄砲ゲームで、パキュンパキュンパキュンって自分目線で、パキュンパキュンパキュンって打ってるさ、
謎のゲームとか全く分かんないしついていけないもん、うんね、そこまでして見て向こうに貢献したくないし、昨日のゆずかひめ見れなかった、見てない、うん、ツイッチでやり方分かんないですよね。俺もさ、なんか、あ、そうだ、もうこれも正直に言った方がいいかな。ゲームソフトが勝手に送られてきたんだよ、なんか、リスナーさんから。でもさ、なんか、竜が如くっていう、もう最新版がなんか、勝手に送られてきてさ、でも、やらないのに、いや、だって、いや、なんか送られてきたんだよ、なんか、ね、やってくださいって。どうだったかな。なんか、でも、わかんないからやってないんだけど、封も開けてないと思うから。どっかにあると思うけど、うん、なんかめっちゃでもさ、案件じゃん、俺案件なんかもらえないよ。もらったならやれよ。だもうやってもリスナーがさ、俺ちなみに俺ゲーム下手くそなんですよ。みんな驚くかもしれんけど、ゲーム下手くそなの。あと実況も下手くそなんですよ。ゲームやってると黙っちゃって無言でやっちゃうの。だから昔さ、オープンレクって番組で横山みどりの天国放送というゲームのやつやってたけど、全然わけわかんなくなっちゃって、うん、いや売ってない、さすがに売るやん。いや、プレステのね、いやちょっとあんまりゲーム実況はね、うん、怖いんだよ、怖い。加藤とかでもやってんじゃん、みんな。ね、でもさ、ゲーム界隈ってさ、なんで俺らと絡まないくなったんだろうな。ゲーム実況者って絶対雑談系とかニコ生系と絡もうとしないじゃん。不思議だよね。うん。海外旅行には一緒に行くのに、なんか知らんけど、リアルのゲーム実況とかさ、ゲーム大会とかではさ、あと番組とかではさ、絶対絡もうとしない。謎ですよ。デメリットとかメリットとか考えて動いてんだ。もしそうだとしたら残念だね。自分にとってメリットがあるとかデメリットがあるとかだけで人間関係構築しようとするとね、失敗するよ、人生。どんな人間でも好き嫌いなくね、絡んでいって、どんな人間でもね、ね、平等にね、絡むこと。俺それ心がけてるから。その格上だろうが格下だろうが、こいつと付き合うと将来デメリットがあるとか、無関係にしてるよ、俺、そういうのは。まあちょっとさすがにホープさんの時では一回ダメ。すごいダメージ食らったけど、ね、例えば元反社とかはダメだけどさ、反社とか、ね、元暴力団、指定暴力団とかは怖いけど。うん、立花さんとテロ、で、立花さんが、それはね、犯罪者だとか、レイプマンだったらさ、それはね、いや、ちょっと申し訳ないですけど、レイプマンとか付き合いませんけど、しないじゃん、そんなこと絶対に。立花さんがさ、そんな犯罪を。犯してないでしょ？うん。それなのにさ、川上信夫、元ニコニコ、ね、代表取締役の川上信夫がさ、ね、立花さんにコテンパに口論でやられたからつってさ、ネチネチ攻撃しかけちゃってさ、みっともないよ、本当に。もう一回じゃあ口論で戦えよ。ツイッターでネチネチ言ってるけどさ。うん、何がせっかく被災したんだし、だよな。頭おかしいな、本当に。ね、でもお前落選したじゃん。当たり前なんだよ、それが。うん。それ当たり前だと思って、もう、しょうがないじゃん、選挙で落ちようが何しようが。なれない。でもさ、リスナー的にはさ、誰かとコラボする よりも、一人でやった方がいいかなと思ってんですよ。だから、それはコラボすればさ、向こうのリスナーさんも集まっていいと思うけど、でもさ、コラボって結局、コメントが読めなくなっちゃうし、慣れ合ってる姿を見るのってさ、辛いかなと思って、だからそんなにね、旅部以外では俺あんまり人とコラボすることってないじゃん。基本一人でやってるじゃん。うん。だってそっちの方がコメント読めるし。面白いから。な。忍法ふわっちで荒稼ぎ。そうしたの君たちですよ。だから言ったの俺は。忍法 A 版にしたところであいつはね、ツイキャスふわっち行って今荒稼ぎしてるらしいわ。それ俺聞いたわ。電話して聞いてみようか、あいつ。今、どんだけ荒稼ぎしたかさ。ムカついてきたんだよね。障害者年金とか手当とかさ。いや、ほんとね、返せって話だよ、今も。普通にさ。よくねえよ。全然。
そアンチがニコ生追い出したせいで金持ちになったんだよ、あいつ。あ、もしもし、お元気ですか。もしもし、お元気ですか、忍法くん。はい、元気ですけど。今配信中だけどさ、なんかよ、はい、ふわっちで荒稼ぎしてるってガチなの。いやそこまではしてないんですけど、だいたい1回配信あたり、まあ、10日で、うん、10日間ぐらいやって14万ぐらいですかね。10日で14万ぐらいなの。まあその程度ですよ。いや、もっと稼い、40万って書かれてるけど、コメントでは。いや、それは嘘ですよ。じゃあ普通に働くよりもさ、稼げるじゃん、半日、半月で14万って。まあでも、これが続くかどうかは分からないんですけど、今、投げてくれる人がいるから、ギフト。ああ、囲いが投げてくれてんだ。はい。はあ、はあ、そうか、じゃあ、もうニコ生やんないの、本当に。まあ、ニコ生は たまにやろうかと思ってます、ね。うん、じゃあもう働けるんだったら手帳いらなくない。いや、手帳は必要ですよ。ああ、そう、ま、障害者なんで。うん、ちゃんと障害年金とかもある。あ、障害年金プラス、え、2つもらえるの、ダブルで。まあまあ、はい。おかしくないそれ。真面目に働いてる人からしたらムカつくよ、それ。いや、だってこれは普通に僕が年金を納めてきた結果なんで。いつから納めてきたの、その年金。障害年金いつから納めてんの、じゃあ。僕は年金は二十歳からずっと今まで納めてきましたね。障害年金は別に納めてないの。障害年金は年金掛け金、国民年金掛け金を納めてきた人だけはもらえて、僕は納めてきたからもらってるんですよ。だから七原くんとかはもらえないんですよ、年金掛け金を払ってなかったから。でもコメントでは親が払ってるって書いてある。お母さんとかお父さんが払ってきたの、今まで年金って。ああ、まあまあそうですけど。じゃあ関係ねえじゃん。いや、でも親が代わりに払ってくれてきたから僕が障害年金もらえたんですよ。いや、何の悪いとこもないじゃないですか。いや、返せって。返せって なんで返さなきゃいけないですか。泥棒だからだよ。泥棒なんかしてないよ。いや、泥棒だよ、あの悪意のある。だって働けんのに。泥棒だよ。年金泥棒じゃん、年泥。いや別に、だから年金っていうのは普通に障害者もらう権利があるんですよ。だって障害者じゃねえじゃん、もう。障害者ですよ、僕。精神病院であの2級って言われたんですから。だって2級って外に出れない人たちの、一人では生活できなくて外に 出たりできない人たち。それは身体障害者の話で、精神障害者は別に外に出たって。え、外に出たって、出たり、じゃあピンサロ行ったっていいってことになるよ、そうしたら。いや、ピンサロは別に1回しか行ったことないし。いや、1回行ってんじゃん、過去に。まあ、うん、連れてってもらったんで、あれは、うん、介護があったんで。いや、でもいい。まあ、そういうことですよ。障害年金、じゃあ俺も障害年金もらえようと思ったらもらえるってことになるよ、そうすると。あ、精神病院行って、うん、発達障害とか診断されたらもらえると思いますよ。え、マジで。はい。ちなみにそれ、障害年金もらうと病院代とかなんか安くなったりするの。あ、病院代は1ヶ月5000円だまでっていう決まってるんですよ。だからそれ以上は払わなくていいんですよ、精神科では。横山さんもなんか発達障害の毛があるから、なんかもしかしたら。何？俺が発達障害の毛がある？はい、なんか ADHD とか。お前お医者様か、お前は。なあ、まあ、でも ADHD だと思いますよ、経度の。お前お医者様でもないのになんでそんなこと言えるんだ、勝手にさ。俺からなんか見てたら、なんか そう言わざるを得ないです。僕も病気のこといろいろ調べて詳しいですからね。詳しいですからって自慢げに言うことにね、この大なめくじな。おー、まあ大なめくじって言われてもいいけど。いいのかよな。ニコ生戻ってきてよ、来いよ。いや、
だってまたなんかやらかしたら次でもうエヴァンですよ。別にいいじゃん、その時はその時で。だって懲戒来るつもりだろ、だってちゃっかり。いや懲戒は行かないですよ。行かないの今回。まあなんかそういう懲戒チケットとかもらえたら行くかもしれないけど。まああとさ、まあ、ちょっとまあリサには言ってないけど、さださんの、はい、追悼ライブコンサート開けといてね、ちゃんと。またえ、日時まだ決まってないじゃん。うん、日時決まってないけど、2月中にやるから。それは僕は2月11日はちょっとダメです。なんで？ふわ主の女性とコラボします。あのさ、さださんの死とさ、そのふわじんちのブス女とのコラボとどっちが大切だと思ってんだよ、これ。ブスじゃないし、別にさんのコラボは別に別の日だっていいじゃないですか。だからその日キャンセルすればいいじゃん、その日に。いや、2月11日はダメですよ。僕の誕生日で、そのふわ主の女性のまゆたさんっていう人で、その人にお弁当作ってもらって一緒に食べるんですよ。それの何が面白いの？何が面白いの、そんなと。ファッチではそういうのが受けるんですよ。お前もう完璧にふわ主かな。いや、別に僕は、まあ、生主でもふわ主でもどっちでもいいですけど。いやもう、お前ニコ生主の魂失ったな、今。で、コラボとかやって、デートとかやっちゃってさ。ね、いや、別にコラボって別に悪いことじゃないじゃないですか。人間関係が広がるんだから。でも見てる方はさ、そんなの見たってさ、どうすんのカップル放送なんか見ちゃって。いや、そういうのがふわっちでは受けるらしいですよ。 あそうなんだ。はあ、分かりましたよ。まあとりあえずさ、はい、あのね、ふわっちで荒稼ぎして頑張ってね、応援してますよ。分かった。はい、なんでこれタメ口食いてや最後にね、この男タメ口ぶっこぎてね、分かったとかで調子ついてるよ。完全に舐めてるよね。ふわっちか。何ふわっちってさ、なんかゼロワンとか見てると分かったけど、女とコラボして、女となんかカップル放送とかしてさ、カップル芸とか別れる、別れない、別れる、別れないってやるとさ、ウケるんだろ？昔のニコ生みたいに。うっちうちだとひまわりの時みたいに。うん。いや、俺やらない。だって気持ち悪いじゃん。うん、見てる方がさ、だって見たくないもん。うん、別に大仏とカップ、アーちゃんがさ、喧嘩芸したところで、どうせ元に戻るって分かってるし、やらない、やらない。うん、俺やらないよ、カップル配信。いつやった？俺、だから、R さんの時、俺入れんかったじゃん。すぐ配信切ってたじゃん。うん、配信切ったじゃん。だから、そんな出しても喧嘩シーンさ、見せてないんだから、別に。ないよ、一切。切ってる。暗黒放送はね、硬派な配信だから、他のね、邪水とか無水なものは入れません。一本でやっていくわ。一本で。頭痛い。いや、他人に決めず、いや、でもさ、しょうがないよ。もう本当さ、俺、こじきになるかも。こじきってでも、ウェブマニックですとかいうこじきじゃなくて、本当に今ね、駐車場借りてるし、ネット代発生してるし、電話携帯代借りてるし、どんどん減る一方で物価が高くてさ、お金がもう なくなってきてんだけど。いや、ないよ。だって税金でぶん取られてるんだからさ。働き口探してるけどないんだって。俺、タイミー見たのね、だから一回。タイミーっていう一日でね、ジャワ現地に教えてもらった。タイミーっていうサイト見たんだけど、どれだったかな、タイミーっていうサイト見たけどさ、あったこれか。これさ、経験者ばっかなんだよ、これ。6000ドル、だって、2時から9時まで働いて6000ドルで、セブンイレブンやりたいなと思ったけど、サミットとかスーパーのこれ全部経験者ばっかり。経験者。ポケットティッシュクラブあればできるかもしれない。でもさ、ポケットティッシュクラブ配りでさ、時給1000円って舐めてんじゃん。1000円って
安すぎるでしょ、うん、男優とかないっつうのそのまま。いや男優じゃダメってのかな。スカトロ男優、俺一回もスカトロ食ったことないけど、いまだにもうスカトロ男優っていうのやめて、あの普通の男優の方がまだマシだから。スカトロ男優ってさ、女優さんのうんこを食うっていう役目だろ。死んでもしたけど、俺あの現場見たことあるけど地獄だぞあれ。夏場とかね、まあ、ちょっと気持ち悪いのにして申し訳ないけどね、一番ね床にさブルーシート引いてな、本当に気持ち悪い現場だよ。臭いし匂い取れねえんだぞあれマジでな。シュッシュッシュッっていうさパブリーズ着て、いやでも取れないからさ地獄だよ。女性用風俗やる嫌です、あれ。もうそういうの嫌なの、なんかその性関係でやるやつ、うん、プレステージさんに頭下げろ。いやでもプレステージさん宣伝まだしてないから後でやっときますよ。ないかな、なんか、うん、別に楽なんかしなくていいよ。全然苦労してもいいんだけどさ、土方でもさ大工さんでもさ草むしりでもいいんだけど、なんかもしやれそうなさ日当のやつがあれば、うん、だから桜を風俗に沈めるとかできるわけねえだろ、こんなことは。なあそういうさ、なんか俺がさ、なんか女の人を騙してさ、そのお金買えるっていうことをしたくないんですけど、うん、いや、嫌です、やんないです。なんか何か、だからさ、俺今期待してるのは、あのもうすぐさ、あのタクシーがあまりにも数が足りないから、普通の乗用車とかをタクシーにして、一般の人がタクシーにして、そこでさ、なんかあの普通にやれるっていうのがあるじゃん。4月ぐらいからできるんでしょ。何つうやつだっけそれって、白タク、あライドシェア、ライドシェアっていうやつやればトゥクトゥクあれば、みんな外国人がおいえおいえおいテクテクって言ってさ乗ってくるじゃん絶対に、あの目立つから。それを浅草かどっかでやって、適当にブーンって回ってさ、なんか案内してさやろうかなと思ってる。ライドシェア、お前、いや俺安心運転だよ、一応免許証持ってるから。一応ね、ゴールド免許持ってるから、ゴールド免許。元、うん。道知らないくせに、いや、カーナビ使えばいいじゃん。安心だよ、安全。英語喋れないだろ、ね、適当に喋っときゃいいじゃん。うん、Yes, I do とかさ。うん、だって、それ、英語喋れなくてもいいよ、別に。トゥクトゥクは安全だよ。だって、トゥクトゥクはシートベルトなしでもいけるから、大丈夫。だからそれやりたいなと思う。運転したいよ、運転したいです。だからもし何かあったら俺白タク代わりに、あ白タクじゃん、呼んでいいよ。これって犯罪になるんだっけ。犯罪にはならないかな。お前が2種取れる、えじゃあ2種いらないんだって。そのライドシェアってさ 2種免許いらないらしいよ。いらないでしょ絶対に。そんないるって言ったらもう無理だよ、絶対取れないから。2種免許はいるの？じゃあ無理じゃん。いらないよ、絶対に。いらない。だから、個人タクシーはね、なんか10年間無事故無違反の人がなれるところだったらしいけど、俺には無理だよ。なんかタクシーっていいかなと思って。タクシーってなんかさ、乗っけてさ、届けてまた、あとさ、なんか待機所でさ、これでさ、新聞読みながら、ラジオ聞いてさ、なんか休憩できるからいいかなと思ったのね。だからみんなやってんじゃん、駅前でさ。おっさんたちがなんかこうやって競馬新聞読みながら携帯いじってさ、なんか暇そうにしてるから。あともう一個は JRA のなんか緑の服着た連中、あいつらこそ究極のね楽バイトだよ。 JRA のさ、よく馬券売り場で緑の格好してさ、帽子かぶって、あいつら競馬新聞読んでさ、ボケとして自分で買ってんじゃん、立ちながら。なんなのあいつら本当に、うん、そう昔 R さんがやってて仕事、うん、よく知ってんのかい、なんで知ってんの立川で、うん、そう、よう知ってんじゃん、一回しか言ってない。つべの暗黒チャンネルで20分、それさ、俺さ、知らないんだけど、 YouTube でさ、なんかその暗黒太郎さんはいいっつったけど、他の人なん、あの広告出してやってる人いねえだろうな、マジで。要は登録チャンネルでさ見てんだけど、ちょっといい、俺こんだけチャンネル入ってんだけど、
闇金杉山君とかドーミネーターさんとかさ、チャンネル、ここの暗黒放送よ、この人ってさ、誰？この人、暗黒放送、横山に切り抜き職人。この人、広告入れてる？入れてない？どっち？入れてないこと知った上で俺やってると思うんだけど、なんか再生数結構、だってこれ旅部のやつだから、旅部のチャンネルとかは、まあいい、まあ俺は詳しくわからんけど、こうやってまとめてくれてるのは感謝してますけど、できれば、まとめてね、こうやって宣伝してくれたの僕は感謝してます、実は。いいんですけど、広告外してください。広告はね、悪いけど。え？登録チャンネル？登録チャンネルは全然俺恥ずかしくなくて見せるよ。俺が登録してるチャンネル。こんだけ。33個。ずらーっと。なんか、エロいの出てないだろうな。こんだけ。別にやばいのはないはずだけど。あ、このゆり大チャンネルっていうのは、ねぶさんとゆかちーさんの、なんか、チャンネルっぽかった。あと、記憶にないのがいっぱい入ってんだけどな。変なの入ってないんだろうな。はい、こんなぐらいです。別にやばいの入ってないでしょ。エロサイトとか。マリン？マリン、マリン、マリンだ、ダドラーという、ドゥドゥドゥってやつ。マリンってば、あ、でもマリン船長の悪口言うと、事務所が、なんか訴えてくるんだ、あいつら。VTuber と呼ばれてる連中の事務所が、何か悪口言ったりしたら、すぐにここに報告してください。密告サイトがあってさ、第三者の。気持ち悪いんだよ、おめえら。なあ。すぐ訴えるって言ってさ、言論なんてしないねえよ、本当にさ。だから俺嫌なの。事務所の連中が力持つと。ちょっとした批判だけで訴えるって言ってさ、前年度は143件訴えましたとか言ってさ、なんかさ、顔も出せない、稼がせてもらってるくせによ。なあ。いや、だってね、すぐ訴えるって言ってさ、言論弾圧してくるからさ。何？あいつらも、あいつも、誠軍団だからやべえ、やばくもなんともねえよ。なあ。あんなさ、なんか自称 L カップとか、誰かとはわからんけどさ、自称 L カップとか抜かしてさ、ね？でさ、なんかさ、エロ声出せばね、耳舐めすればさ、童貞がウケると思ってやってるらしいけどさ、気持ち悪いから、本当に。俺、そういうの全く興味ないし、見たくもないし。そういうさ、なんか、エロで人を釣ってね、金稼ぐってさ、やってることが変わらないから。全く興味ないし、そういう人たちには。見せたくてしょうがないよ、だから。見せたくて。チクポロとかして。ヤミン先生、OK じゃん。ヤミン先生なんかもう立派だよ。だってさ、もろ出してんじゃん。あの人が隠さずにもろ出してるからもうプロの領域なの。だから俺ヤミン先生は、わ、すごいなって認めてるんだよ。ちゃんと隠さずに、なんかさ、なんかじらさずに、まんまで、ね、オールフルヌードで宮沢りえみたいに、宮沢りえのサンタフェみたいに、写真集みたいに出してるから、全然いいじゃん、あれは。いや。忍法君が悪口言ってる？大丈夫大丈夫。あ、言わせてあげて。忍法に煽られていい、ね。なめくじもね。人なめしないとね。ね。そういうふうにできないから。でも俺ファンティア、親方のヌードも嫌だよ。あれはちょっと、毒。ごめんなさい。親方の、なんか、ポロッと出た、って言ってわざと、なんか、ね。薄水緑のやつ、あと自分で手持ってくる、って自分で手出して、なんか、焦げかけのさ、ね、目玉焼きみたいなね、乳首のさ、薄茶色の、なんか薄茶色でさ、ちょっとぽっくりと、なんか、みかんが腐ると薄く茶色くなるじゃん。あんなような色、着色料の色したものが映ったけど、あれはちょっとごめんなさいけど、まあ、ちょっと、ご遠慮願いたいですね。すいません。親方の父は芸術じゃねえ。俺のところにどんだけ送られてきたんだと思ってんだ、あれが。ガッツチャンネルがニコ生来た。あ、それ知ってるわ。
なんかガッツチャンネルの中島がニコ生チャンネル撮ったらしいけど、いいんだなと思って、へえと思って、まあ別に運営が決めたことがいいんじゃない。ぜひ取り締まってください。ぜひ盗撮痴漢の連中を取り締まってください、マジで。捕まったけどなんか取れたらしいよ。俺盗撮しない。あ、でもね、今度町会議があります。4月に町会議があるけど、絶対って言っていいほど盗撮マンいるから、特に痴漢と盗撮マンがすごいいるから、昔マジで広かったよ、ガチで。人がぎゅうぎゅう詰めで通れないゾーンがあって、そこでさ、なんかね、こうやって、もうこれ聞いたんだ、聞いた話だから、携帯するふりをしながら、この肘をこうやってコントロールしながら胸に当てながらズン突き進む親父とかいたりさ、あとなんかコスプレ外のゾーンね、なんか A ゾーン B ゾーンってあるね、その A と B の間に外のゾーンがあって、そこのところでコスプレイヤーたちが立って撮影してんだけど、こうやって普通の一眼レフカメラと思いきや、それで動画が撮れるシステムになってて、ズームにしたり、そこで動画撮ってさ、商売してる連中とかね、いたり、そういった連中、ぜひ取り締まってください。あと、足にカメラ仕掛けてるやつね、小型カメラを仕掛けたり、カバンを持つふりして、カバンの隙間にね、携帯電話を仕込ませて、遠隔操作で、ね、やってたり、ブラックビデオっていうアプリを使って、そこを入れて、ね、一見携帯電話が普通の画面と思いきや、動画モードに、録画モードになって撮ってる連中とか、山ほどいますからね。気ぃつけてね、マジで。本当に。いや、いっぱいいる。警察に捕まってたやついたじゃん。警察いたよ、だって。ちなみに、前年度だったかな。忍法くんが警察に捕まりそうになりました。頭を軽くポコンって叩かれたらガチギレして、それだけで警察その場で呼んで、ほんで、大騒ぎになりました。はい。ね。警察官困ってたもん。でもこれはねえって言ったけど、忍法がなんかめちゃめちゃ切れてた、そう、髪でポコンって頭はたかれただけで暴行罪だって騒ぎ始めちゃってさ、はい、私人逮捕、いや、したくない。俺私人逮捕したことあるって言ったじゃん、昔。痴漢捕まえたことあるよ、ガチの、だからもう俺は私人逮捕一回経験済みだからいいですあのリンちゃんって誰？とある部が結婚、知らない。あんまり YouTube 見てないもん。プロサッカー選手、伊藤なんとかが、強姦で捕まった？知らない。誰？あまり最近ニュースは、ニュース面白くないじゃん。なんか、どのニュースがあるか知らないもん、俺。伊藤なんとかって書いてよくわかんない。捕まってないでしょ、別に。でもさ、なんか芸能人とか今さ、そういうさ、セカンドレイプじゃないけど、何かその性犯罪者に巻き込まれる人多くないよ、女性スキャンダル。女性スキャンダルがあまりにも多いよ、松本人志しかりさ、その浜田人志の、浜子ことさ、浜田、いるじゃん、あの、ダウンタウンの相方の浜田雅俊があのさ、プロダクション社長がさ、グーパンしたり、ドッグフード食わせたりさ、あと牡蠣のさ、殻だけを食わせて歯が折れたとかさ、でも俺に比べたら全然マシだよ。お前のさ、やられてることなんて全然可愛いもんだよ。俺の入ってた会社のスパルタやばかったよ。もうブラックどころじゃなかったから。いや本当だよ。だってさ、いきなりね、忘年会でさ、久保田、お前今から一発芸やれって言ってさ、ね。できるわけないじゃん、芸人でもないし。で、俺が無理やりひねり出したら、ビール瓶二つ持ってさ、ピッピピー、ピッピピー、ピッピピ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 ピってやったらさ、そうしたらさ、どんずれべりして、誰も笑わなくされてさ、苦しみ味わったり、で、カラオケ行かされてよ、歌なんか当時歌えるわけないじゃん、二十歳の頃なんて。無理やりママレードボーイ歌ったらさ、ね、社長が連れてきた女優から、あー懐かしいねーってさ、乾いた感想言われてさ、で、来るね、焦げかけのトースト、なんか声がさ、震えながら、焦げかけのトーストかじったらーってさ、泣きそうになりながら歌ってさ、ビブラとか聞いてるねとか嫌味言われて、そんなさ、人生歩んでて、一番ムカついたのが、カメラあるんだよね。カメラをさ、ポロッと落としたわけ。
ポロッとレンズから落としたらパリンって、あの根元からレンズの根元とカメラからポリってパキって折れちゃったのね。普通さ保険出すじゃん。俺全部給料から取られた。16万円、16万円弁償なとか言って給料から天引きされてさ、本当にいじめ食らってたよね。マジで本当のいじめだよ。普通会社が出すじゃん器物のやつ。まあ、わざとじゃないんだしさ。あと一番悔しかったの思い出はお弁当事件ね。この話も298回目、忘れもしないお弁当事件。俺が当時 AD で AD だった頃にお弁当8個買ってきてって言われて、8個買ってきてたらさ、あ、全部とんかつなんだってまず闇言われました。別にいいじゃんな、みんなで平等に仲良くとんかつ食うんだから。とんかつ弁当、とんかつカレーだ、とんかつ弁当買ってきて、それでね、全部同じもん買うんだとか言われてさ、しかもクソ男優によ、生意気なクソ男優に、で男優の分際で俺に向かってよ、AD の俺に向かって、あ、全部とんかつなんだってさ、嫌み言われて。ほんで俺が、ね、薪を並べるように、こうやってさ、こうやって円を描くように弁当こうやってピッピッて丸く並べたのね。そうしたらさ、それ見たプロデューサーがさ、ガチギレしやがって、当時の俺に。若い頃だから分かんないじゃん。俺に怒られて、弁当捨てに置くやつがどこにじゃーって言ってさ、とんでもない規制上げやがってさ、弁当を床に置くやつがどこにいるんじゃーって言ってさ、怒りやがってよ、あいつ。ね、関係ねえだろ、この野郎。な、キャンプファイヤーみたいにさ、丸く、くべて何が悪いんだと思ってさ、な、バカか、こいつ、本当には。仕方ないで先生じゃねえわ、本当にさ。そんなの食いたくねえよ。な、お前、俺が悪いのか今でも分からないけどさ、な。あと漫画事件もあるわ。俺が電車で漫画読んでたら隣の外人に、こうやって押してくんだよ。俺がこうやってさ、ヤングジャンプ読むじゃん。じゃ、漫画、ヤングジャンプがないかな。例えばさ、ね、こうやってさ、ヤングジャンプ読んでるじゃん、こうやって。そうしたらさ、隣の白人がさ、こうやって押してくんのね。で、俺が、これ気になるじゃん。やっぱこうやって邪魔するから。こうやって言ったら、何なんだよって言ったのね。そしたらさ、ね、片言の日本で、漫画なんか読んでんじゃねえよ、バカ。バカって言ったんだ、あいつ。クソ外人、マジで。漫画なんか読んでんじゃねえよ、バカって言ってさ、ね、関係ねえ外人にさ、ヤングジャンプ読んでたらバカにされてさ、俺がさ、うるせえこの野郎って言ってさ、怒ったんだけど、事件もあったけどさ、ね、ムカつくわ、ほんとに、うん、通報する、いや、俺負けないか。電車の中行くといつもトラブル起こるからさ、行きたくないの、電車は、うん。これが障害者に見える、これで。俺が忍法と同じさ、準3級の障害者に見える。ちなみに、深夜庁は3級取れたらしいわ。でも俺、障害者とか、なんか、一番軽度とか、軽度のアスペルガーって言われるのは一番嫌なんだけどね。マイクじゃ知らない。いや、申し込み、いやだ、俺、税金取りたくないよ。なんかさ、働けるのに働かないとか、こじきするとかね、だんだん自分がそれが当たり前になるのが怖いじゃん。だって今はいいかもしれんけど、将来さ、おじいちゃんになってからこじきなんかできないさ。いつまでもさ、ね、若くいれられないから。だから働いてる人にかなわないよ。だから本当に俺ね、七原くんとか偉いと思うよ。馬ゴンくんとか七原くんとか、あと、ね、デクノボーくんとかさ、働いてな、仕事しながらね、食ってる人、ニコ生で稼げるのに稼げない人っていうのは、立派だと思いますよ。うん。ね、そこはね、僕はかなわないと思ってます。ネムコ引退した。ネムコさんは引退されました。うん、だってネムコに情報行くと全部ね、大阪の王将さんにね、筒抜けて聞いたから、うん、だからちょっと、連絡もしようもないし、どうしていいか分かんないです。うん、だって俺が、大丈夫ネムコって言ったらさ、LINE 送るじゃん。その情報が大阪の王将さんに全部筒抜けするって聞いたら怖いから、名前出すと彼訴えてくるらしいから、名前出すと、訴えてくるらしいんで、怖いから言いません。はい、全然狙ってないよ。
行かないかな。あ、ちなみにゆいがさん家行くなよ、みんな。俺ゆいがさん家に行ったらさ、この間ちょっと散歩がてら見に行ったらさ、今どうなってんのかなって思ってさ、興味本位で見に行ったら張り紙が貼られてまして、勝手に家に行った場合は、なんか大家さんだと思うんだけど、勝手に家に行った場合はね、現在 YouTube ツイキャスふわちニコニコ生放送で配信サイトを利用して無断で侵入、撮影した人物を防犯カメラで特定しておりまして。ちなみにニコ生でユイガの家行ったやつって誰、俺の他に。あ、俺は行ってないけど、ニコニコ生放送でユイガさんの家に行ったやつって誰かいた、他だ、教えて、その迷惑配信者で。 俺は確かに見に行った、近所だから行ったけど、リスナーに行けてないで。 YouTube ツイキャスふわちニコニコ生放送でって書かれてくる、ニコ生で誰か他に行ったやつ いないの、野田とかウリ、うん、だから眼楽って書かないで、それ悪口だよ、うん、顔面とか書くな、俺が怒られる、うん、違う、あの、要はね、ゆいがさんの家に勝手に入った人がいるんですよ。ゆいがさんのアパートに、要はあそこオートロックでも何でもないね、あのところだから、勝手にどんどんあの入ってって、そこで生放送して、あの、いや、ここはゆいがの家なんだよね、とか言ってる人がいたり、あと、権藤組長がさ、1月2日の夜9時ぐらいに、どんどんどんって言って、すいません、すいません、隣なりに原忠之っていう人いましたよね、あの人、亡くなったんですよって言って言いふらす配信やってるってさ、びっくりしちゃってさ、あれはあんなリアトツできないよ、住民に。それはね、クレーム来るわ。犯人は今、あ、ちょっとごめん、まだ今捜査が進んでる状況だから、今神奈川県警がやってます。うん、神奈川県警が今ちょっと動いてるんで、ちょっとやれません。いや、宮城くんじゃないよ。あの人、あの方は違うと思う。うん、な、神奈川県警、だって、はぁ、1ヶ月経って捕まえれてないんだよ。ねえ、1ヶ月経っても、全然捜査が進展しないっておかしくないか。うん。よく考えたらわかるじゃん。あんなもん、すぐわかるじゃん。携帯電話のさ、位置とかさ、その、ね、大きめのスーツ入れたとこ。でね、あの、浅瀬になってさ、引いて、わかるじゃん。おかしいって思わん。うん。ユイガだから捜査しないの？いや、それはないでしょ。あの、被害者が、ユイガだから、原田大樹、前科30番、え？こんなやつなんで俺が捜査しなきゃいかんのって言って、みんなでたらい回しにして、誰もやりたがらずにたらい回し状態になってるってなったらかわいそうだ、浮かばれねえよ。別にユイガさん確かに悪いことやったけど、殺されることはないじゃん、うん、みんなが嫌がってババ抜きみたいになってんの。じゃああなたがこれババ抜きみたいに今やってんの、いまだに捜査も何もせずに。早く捕まえろや、ね、警察が手打ちしたとかないよ。だみんな怖いじゃん。だってさ、史上初だよ。配信者が殺害されて殺されたってさ、ないんだよ、これまでに。溶けたとか、落ちたとか、ね、あの、病気とかはあるけど、さすがにね、その殺害はないからさ。いやー、怖い。俺だって病気で、どっかさ、交通事故でぽっくり行くかもしれんし、タコス君だってさ、車から追突されたら死んでたかもしれないし。ゆいが、みどりさんって、みどりとろみさんって来てたよ。ゆいがさんから来てた。最後にやけど、ゆいがさんからの LINE では、いつだったかな、来てたよ、なんか、とろみさんって怖い人なのかっていう LINE が。何のことは全然わからなかったけど、いや、突然だよ。何の脈絡もなしに、あの、聞いてきたことがあった。どうだったかな。ちょっとごめん、喉がね、今、調子があんまり良くなくて。でも怖くないですよって言ったけどね。全然怖くないよって言って。怖がってたからさ。あ、消えちゃったかな。
体質届けなんてなんだよ、体質届けに。ああ、首手。ここに。これ、ゆいがさんから、みのりん、とろみさんって怖い人なの？どんな人？って言って。しかも、今回は必ず参加するドタキャンはせんって。ドタキャンはせんって言ってさ、ウォーキングも。こんなこと言ってた人間でさ、ドタキャンするとは思えないよ。なんで急にとろみさんが怖い人とかね、言ってきたか俺にはわからない。それでは。別に怖くないから怖くないと俺は素直に答えたけどさ。ちょうど福岡にゆいがが行ってた頃だよ、それは。ゆいがが東京と福岡をなんか往復してた頃の話ですね。12月の頭は。ゆいがって絵文字、使ってた時もある。ゆいが使う、普通に使うよ。絵文字、スタンプとか。一緒のスタンプだった。でも俺は、ゆいが亡くなった後にスタンプ使われてたから、それは犯人が使ってると思います。ニコ生のママ？いや、とろみさんは全然やばくないよ。みんな怖がってるけど、怖くないよ、普通に話せば。ただ、怒ると怖いよ、さすがに。絶対怒らせちゃダメだけど、怒ったら、ね、やっぱり人間だし、ねえ、怖いよ、それは。はい。ゲイを9回もバンされてさ、知らないよ、ね。知らないよ。あ、いや、まあ、いいや、トウミさんはトウミさんで。やってんだから。はい、でも、ユイガってのは、要はね、まあ、みんな知らないと思うけど、まあ、12月のね、その28日に殺されたんだけど、あ、じゃあ間違った。29日に、その、30日に、その、警察署の発表で、この、みんなからグワーってなったんだけど、その、いやいや、なんでもない。30日に、30日に、警察かマスコミで、こうやって発表されたんですよ。30日にこうやって発表されたのがあって、それで、その時に、ね、まあ、もともとね、もともと、その、ね、その住吉会の相談役とか行ってたりして、そうやってアウトローで人気になった人です。アウトローに、はい、アウトローで。俺は犯人なんかいないじゃん。どう見ても俺ね、近所だけど、ね、ここから歩いて10分ぐらいの近所だけど、犯人じゃないよ別に。ゆいがさんに対してさ、ね、別にね、なんかあったわけでもないし、めちゃくちゃ近いよ。歩いてすぐ行ける。散歩がてらに行けるところに住んでる。でもあそこはね、防犯カメラがマンション前にあるけど、その他にはないからさ、あんまりね、まあいいや、そこ。あんまり言わない。あんまりね、その触れない方がいいと。素人さんが下手に触れるとね、その刺激してしまうから、触れない方がいいよ。下手に取り扱わない方がいいよ。なんか、素人名探偵くんたちが、ああでもない、こうでもないとか言ったりさ、なんか騒いでるけど、下手にね、まだ警察が発表するまでは、下手に素人探偵君たちが動くと、余計なことになるから。やめな。ウリタさんのことじゃないよ。ね、別にそれは言ってません。久保田、ウリタは素人名探偵言ってません。切り抜くな、下手に。変に解釈すんなよ。俺がいつ、ウリタは素人名探偵なんて言ったんだよ。そこの部分だけ切り抜いてみたらそう思うかもしれんけど、俺言ってないから。他の人は全体的なことを思って、素人のみんなは、調査しない方がいいよって言ってるだけだから、喧嘩売るわけないじゃん。叶いませんよ、ブレイキングダウンのさ、やってる方には。叶いませんから。怖いし。ブラックエンペラーの方が怖いから。ウリタさんはなんで顔にタトゥー入れてんの？それはおめえ、虎の、ちょっと虎の真似とかじゃ、なんだろう、虎じゃなくて、虎のようにね、強くありたいという意志じゃないの。やっぱ分かんないけど、分かんないけど、なんだろう、やっぱりね、分かんない。それは、ウリタさんに聞かないと分かんないよ。タイソンのリスペクト、マイケル・タイソンのリスペクトしてんだよ。多分ね。マイク・タイソンのリスペクトですね。知らないよ。いいよ、もう触れないのやめろよ。触れるのやめろよ、もう
いいじゃん、別にこれと関わりないんだから、マイク・タイソン、昔のね、プロボクサーですよ、はい、八王子さんの何なの、リッキーさん誰、だ怖い人いっぱいいるんだけどさ、なんかさ、やから先輩とかさ、あと新宿にいたマー君さんとかさ、なんかそこら辺のこなんか YouTube 見てるとさ、なんか怖い名前のアウトローの人たちがいっぱいいてきてさ、本当に喧嘩してるってさ、なんかもう俺よく命狙われなかったなと思うもん、うん、ねえ、いや怖いよ。 Z リーさんはどんな人か知らないけど、うん、ね、ホープさんとかさ、あとなんかいろいろいたじゃん。もうアウトロー系の方もだいぶ減ったけど、昔マジで怖かったからね、うん、ホープさんわかんない。キューピーさん、キューピーさんはなんかいろいろと起こしてなんか消えた、うん、怖いけど。グレープ行きません、もう外行くの怖い、うん、だから窓閉め切ってるもん、怖いから。外行くのほら窓閉め切ってます、うん、外から見られて、ね、狙われたら嫌じゃん。盗撮魔が望遠鏡でこうやってグーって俺の部屋覗いたら怖いじゃん、うん、だから閉め切ってる、うん、窓も開けず。どんどん部屋が狭い。だってまさか引っ越したらさ、会社が潰れたなんて思わないよ。コールセンターがさ、ね、給料もらえなくなっちゃってさ、みんな困ってるよ今コールセンター、みんな困ってるよ。みんなさ、どん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 さ、ね、崩壊、電話だけは鳴り続けて辛いわ、うん、今はもうだないもん。いやだってさ、ユイが殺されたってことはさ、 何が原因か分かんないじゃん。早く犯人像が捕まらないと、次々と配信者、ユイが に関わりがある配信者たちが殺されてたら怖いじゃん。しかも俺に近いし、近所から近いしさ、じゃあ次はさ、この久保田、横山緑ってやつどんなやついったらさ、何こいつもユイがとつながりあるじゃんけってなってさ、だって別に俺恨み買ってることはないと思うけどな、あまり人にお金も借りパックしてないし。なんか恨み買ってる人いるかな、誰か配信者で俺のことムカついてるやついる、憎んでるって言って。先発はまあちょっと一理あるけど、うん、なあ、気をつけよう。みんなも恨み買うの気をつけてね。人に恨み買ったところでどうにもならんから。この配信のゴールはどこですか？いやもう終わる、うん、終わってなんか漫画でもいいな。何やろうかな、髪でも切りに行くか、ジム行こうかな。俺さ、例えばなんか旅分見たけど太ったんじゃない？なんかお腹がポコンとさ、タヌキみたいになってたから、あれ？もっと昔引き締まってたよなと思ったけど、なんかどん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 太り始めてるから、もしかしたら病気になる可能性があるからさ、うん、太り、あんまり太りすぎると今度成人病ってなっちゃって、悪玉コレステロールが跳ね上がるのと、あと甘いもん好きじゃん、クレープとかケーキとかナタデココとかタピオカとかパンナコッタとか、うん、だからそういうのが好きだからさ、余計血糖値が上がるんじゃないかなと思って。肝臓値 E ランク、 ABCDE で言うなら一番悪い E ランクになってた。原因は分かってるよ、ハゲ薬だとは思うけど、うん、いやもともと俺甘いの好きだよ、ただあんこは嫌いです。甘いもんって言うと、まんじゅうとか、あんことか、つぶあんとか、そういったなんかべっとりしたやつ。あと、あんみつとか。クソまずいじゃん、あんみつって。なんか変な気持ち悪い白いさ、寒天とか入っててさ、硬い豆が入ってるやつ。あれは大嫌いですけど。うん、おしることかね。おしるこも大嫌いです。うん、大嫌いです。
んみつ姫関係ねえよ。あんみつ姫なんて覚えてるぞ、昭和のお前ぐらいだよ、もんだよ。アンミカと断蜜どっちが好きですか、誰ですかそいつら。ねえ、インリンオブジョイトイぐらいしか知りません。ね、どうしようなこの後仕事しようかな。この後仕事するわ、家の中で。家の中で仕事するか。外配信、外、あ、そう、俺さ、あの1個行こうかなと思ってやめてたところがあったんだけど、なんかあのちょっと噂でリスナーさんからこれ送られてきたんだけど、どこだかな、どっかの神社で、あの行くだけで、ここかな、ここ多分ここだと思うけど、間違えたらごめんね。この武蔵野稲野神社ってとこかな、ここに行くとなんか怒られるんだって。ガーって言って、なんか坊主の人が、なんかそこのお寺がね、なんかその入ってなんか怪しい人がいるとね、ずっと監視でスピーカーで今すぐ出てけーとか言って怒鳴られるって書いてあってさ、助けてくださいって来たけど、いやでもさすがに嘘だろうと思って行かんかったけど、さすがにさ、 ここでさ、あの怒鳴られたりしてまで、うん、そう書いてあったんだよ口コミ、ありえませんって、うん、和尚に怒鳴られるとか言ってさ、いい子、なんか書いてあった。本当なのかなこれ。誰かちょっと今日はね、痛くてさ、肝臓が、うん、遠いんだよこっから。それがえの江古田っていうところまで行かなきゃ、江古田っていう駅って新小岩から江古田って近い。いや肝臓が痛い。新小岩江古田、うわ遠いわ、見て45分もかかる。45分かこれ、池袋まで行かなきゃ。45分だぜこれ。45分もリスナー待てると思うこれ。B 級スポット、日本一ヤバい神社見つかるって書いてる。なんか調べると日本一ヤバい神社見つかるって書いてあって、ほんで防犯カメラが張り巡されてて、少し立ち止まるとびっくりな大声で警察に通報すると注意される、早く立ち去れとの警告を浴びるって。何これ、本当かよこれ。さすがに嘘でしょねえ、こんなに防犯カメラが立ってるけどさ、本当これガチなのかな、ここ、うん、2023年の2月15日だって。1年前か。検証、あいいよ別に行っていたろっか。でも俺こじきしないからね、行くからで、行って欲しかったらギフト投げてよとか言って、こじきしないから安心して。どこの雑魚配信者と違って、行って欲しかったらね、ギフト投げてくださいとか言うやついるじゃん。俺そういうの大嫌いなんだよ本当に。条件にしやがってよ。で、場所何駅か、これ何駅なの、ちなみに言うと何駅なのここは。江古田で合ってる、江古田ってなんだっけ、池袋から近かったっけ。あ、江古田だ、うん、じゃあいいのね、江古田に行ってくるよ。じゃあ江古田にいいのね。何もなかったら散歩するだけ。よし、じゃあそういう、じゃあちょっと気分転換に外出るわ、うん、じゃあ外で行きます、着替えてから出るわ。さすがにこんなバカみたいな格好で出れないでしょ。こんなしましまのさ、芋虫みたいな格好で出れないよ、さすがに。こんなチンポの形がはっきり映るようなさ、気持ち悪い服だそうで。さすがに着替えてから行くわ。じゃあね、行きます。じゃあ、一回、後でまたお会いしましょう。着いたら、現地に着いたら、おそらく3、4時ぐらいになると思います。わーわー言うとりますが、お時間です。さよなら。他の配信